こんにちは、プロゴルファーの市原達彦です。いちごるチャンネル、1年半も明けてしまい、ご視聴者の皆さん本当申し訳ございません。でも、今回動画回すきっかけになったのが、今月の3月19日に開催される沖縄オープンを推薦いただいて出場することになったので、ちょっと久しぶりに試合ってことで、せっかくなので、試合に出るってことを、決意表明じゃないですけど、決意表明も兼ねてちょっと動画を実際に撮りましょうってことでお願いしたんですけど、はい、その試合とかに出ようと思ったきっかけって何かあったりしたんですか？やっぱりもうあれですよ、楽しいじゃないですか。試合、試合に向けてする準備ってすごい楽しいんですよ、はい、試合に向けて毎日これをしてこれをしてってこう積み上がっていくのが結構自分の中で楽しくて、はい、練習して積み上がらないこともあるんですけど、その作業が結構楽しいので、試合を決めてそこに努力できる、そこに目標に向けてこういろいろトレーニングだったり練習できるっていうのがこうなんだろうな、幸せですね。今日ここはあれなんですか？今日はですね、千葉県千葉市の若葉区にあるゴルフラボさん、ここのゴルフラボさんは今日撮影させてもらっている VIP ルームもそうなんですけど、残り4打席あって、その4打席も全部このぐらいの広さで、天井はもっと高いんですよ、はい、しかもレッスンも尾崎プロと篠塚プロが常駐しているので、その営業時間内であれば予約してレッスンも受けられるので、しかも酸素カプセルも使いたい放題、2階にマッサージルームもあって、であとトレーニングルーム、あと人工マットのパッティングリーン、本格的なパッティングリーンがあるんで、ケアもできてゴルフも上達してトレーニングもできてっていう、その3つが揃ってるっていう、いちごるチャンネルをご覧の皆さんもぜひ、ゴルフラボさん会員登録よろしくお願いします。完全に営業じゃないですか？営業じゃないです、営業じゃない。でも本当に営業じゃない、でもね、撮影させてもらってますからね。そうなんですよ、それぐらいはね一言言ってもいいですよね。そうなんですよ、はい、でも本当にもう素晴らしい施設で、はい、もういつもお世話になってます。はい、でなんで今日ここで撮影しようと思ったんですか？まだ結構寒いじゃないですか、今日も雨降ってますけど、ちょっと寒い中でゴルフして、その沖縄オープンに向けて風邪ひいたりとか、ちょっと体をね痛める心配とかがちょっとあったので、この素敵なインドア施設で、この世界中の名門コースを回れるっていう、ちょっと金ひで規制はちょっとないんで、コースの中に入ってないんですけど、4月にはゴルフの祭典マスターズがあるわけですよ。マスターズって言えばもうプロゴルファーのもう憧れの試合なわけですよ。そうですね、僕も一ゴルファーとしてちょっとオーガスタナショナルを回ってみたいと思いまして、ちょっと全部っていうと動画の尺が長くなってしまうので、そうですね、上がり3ホール16番17番18番を自分が優勝争いしてるかのような緊張感を持って、ちょっと集中して、ゴルフして、ちょっと、いいスコアで上がってテンションを上げて、ちょっと沖縄オープンに、臨みたいと思うので、最後までちょっとご視聴よろしくお願いします。お願いします。じゃあ早速オーガスタナショナルゴルフクラブ16番ホール、優勝争いでも結構みんな、最終日は結構左にピン切ってあって、左にピンに落とす選手とか結構多いんですけども、今日はあれですか、比較的簡単なピンポジション、多分真ん中に切ってあるので、それほど難しくないかなと思うんですけど、距離はピンまで170ヤード、風は右、ちょっとフォロー目、4メーターぐらい吹いているので、ちょっと右目から軽めのドローで7番アイアンでいきます。結構手応えはいいですけど、どうだ、結構風に乗っちゃいましたね。もう入れに行きますよ。かといってあんまり強く打ちすぎても返しが難しくなるので、9m 全然弱い。ちょっとあれですね、ビビってます。残り 2m26、ほぼほぼフラットまっすぐなライン、リズムだけ大事にして、あ、安心。ナイスパー、ナイスパー。試合中もパーの時は自分でそういうナイスパーナイスパーってやるんですか？やってますよ。あ、やるんですか？いや、さすがに声に出さないですよ。はいはいはい、心の中で
アイスバーだ俺っつって、よく耐えたっつって、で自分で自分に自分を励ましてます。バーディーはなんとか取りたいってやってるもんなんですか。自分の位置によると思うんですよ、はいはい、最終日なのか初日なのか、はい、まあどの位置にいるかで、まあ、それがもし今の16番に来て最終日単独トップだったら、もう今のパーはナイスパーですよね。かといって2日目の予選カットをかかってたら、まあバーディー取りに行きたいしっていう、まあその時の自分の順位によって、いろいろ攻め方だったりとか、あの心理状況って変わってくると思うんですけど、はいはい、で僕はでもあの優勝争いしてると思ってやってるんで、はいはい、じゃあなおさら今のは入れたかったけど、まあとりあえずパーなら OK。 まあまあそうですね、まあ、単独トップの感じでいってるんで、内田さんのトップのあの過程でプレーをしてるんで、なるほど、もうしびれてるわけですよ、はい、もう緊張が止まらないわけですよ、はいはいはい、あ、1打負けてての優勝争いではなくて、追いかけるじゃなくて自分が1位の、そうです、そうです、やっぱこうトップだと守らなきゃいけないって心理がどうしても働いてしまうんで。なるほどなるほど。あ、じゃあ練習の時はトップとして練習した方がいいんですか。まあそれもそうなんですけど、まあ、本当にその時の状況によりますね。あの要は今ってこう来週の視線に向かってこう上げていきたい、うん、あ、そうですそうです、もちろんこういう状態だったら自分がわざとトップとして絶対にミスをしないっていうプレッシャーの中でやるっていうところに追い込んでるって、はい、もちろん目標はもちろん優勝なんで、自分が優勝トップに立った時に上がり3ホールってすごい大事なんで、そのこのイマジネーションしてますと、はい、いうことで17番ホール、いや長いな、437ヤード打ち上げの上にアゲンスト4メーター、しかも狭い重っ、あの口を言ってもしょうがないんで、よしちょっと右目からドローボールでいきます。クイッシャー、どうだろう、まあ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 、フェアウェイなんでちょっと振り遅れたんですよね今で。次が157ヤード打ち上げが 0.4 ヤードでアゲンスト4m、 難しいな。8番アイアンでいきます。でピンポジションが真ん中、ほぼまっすぐなアゲンストですよね。イメージはちょっとフェード目でいきます。やりからフェード、結構当たりはいいですけど、どうだ、うわ当たり良すぎた、ああ結構飛んじゃいましたね、振りすぎた届かないと思って、奥だ。こう自分の心の中の声としたら、セカンド打った時にこの優勝争いで奥からのアプローチって一番したくないんですよ。あ、そうなんですか。そうなんですよ、やっぱ下ってるし寄せづらいんで、うん、やっちゃったなって。でしかもアゲンストだったんでこっち側からフォローになるじゃないですか、はい、ってことは球を止めづらいんですよ。なるほど、はい、よし、サンドウェッジでちょっと球足をゆっくりしながらゆっくり飛ばしていきます。ナイスアプローチ、止まらないですね、このパーパット頑張るしかないですね。これを入れれば内田さん単独トップを守れますっていう状況なんですけど、いきます、よし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 、ナイスパー、耐えましたよ耐えましたよ。まだ見えてる、まだ見えてる、マスターズ優勝、そうですよ。でもなんか今速報で、はい、2位の選手がバーディー取って18番バーディーで追いつかれたっていうんで、18番バーディー取らないと優勝できないっぽいです。あ、じゃあもうここは決めなきゃいけないんですか。そうなんですよ。いやでもこのオーガスタの最終ホールめっちゃ難しいんですよこれ。まっすぐ打っていっちゃうと左のバンカーに入っちゃうんですよね、多分290ぐらい打つと。かといってちょっと右目にフェード行きでフェアウェイに置きたいんですけど、フェードがかかりすぎると右の木に当たってしまうっていう。なのでしかも今日風右からなんですけど、うまくフェードで風とぶつけてフェアウェイに
右サイドに置くっていう作戦でいきます。フェードかかってない、バンカーかな、やばい、このバンカーやりたくない。バンカー結構厳しい、これは諦めるんですか。諦めない状況的には結構厳しいですね。ピンまで186ヤード。で、バンカーで 20% とかに200ヤード。まあ、幸いそこまで手前のバンカーなんで、2個目のバンカー行っちゃうと顎は高いんですけど、手前のバンカーなんでそんな顎は高くないんで、6番アイアンでしっかりグリーン上にキャッチさせて、パター勝負って感じですね。こういう時って何が大事なんですか。この1打で決まるって言っても過言じゃないですもんね。集中です。集中集中とイメージ。イメージ、もう動きとか細かい動きとか考えないで、もうそこに打つ、そこのあそこに打ち出すっていうことだけに集中して、あとはもう自分を信じて振り抜くだけです。緊張してきました。どうだ、どうだ、うわ、弱い。フェアウェイ。ちょっと球が上げられなかったっすね。よし、まあちょっと次ですね。これ入れたらバーディーってことですか。これ入れたらバーディーで、まあパーだったらプレーオフ。プレーオフ。もしボギー打ったら負けってことですか。笑い事じゃないですけど、笑わないでしっかり寄せて25ヤードのアプローチいきます。いやナイスアプローチ。まあ、これをしっかり入れてプレーオフに行きましょう。プレーオフ。ナイスパー。まあプレーオフに進めたってことで、はい、だいぶテンション上がりました。久々にちょっとやってみてどうですか。いやでもなんか思ったより感じよくて、まあ、あれですよ、本当にこのオーガスタナショナルクラブでやったことを生かして、まあ、なんか自分が出た気になってますけどまあ、沖縄オープンでは優勝を目指して頑張るので、はい、皆さん応援してください。すいません、これからもいちごりチャンネルよろしくお願いします。お願いします。よかったら高評価、高評価といいねを、あとチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。